こんにちは。いつもお世話になっております。今日もね、タコ丸さんでたこ焼きを食べてきました。だいたい毎週土曜日はお昼ぐらいにタコ丸さんに行ってですね、たこ焼きを食べたりとかベビーカステラをいただいたりとかするんですけども、今日はね、私ね、ソフトクリームを食べてみました。この寒くなった時期にソフトクリーム、いやーいいですね。なんでいいかっていうと、ソフトクリームが溶けにくいんで、ずっとね、この形を保っていられるんですよ。夏場だとすぐ溶けちゃうんで、もらった瞬間食べないといけないでしょ。でもこの時期っていうのはソフトクリームをゆっくり楽しむことができるんで、実はね、寒すぎない今の時期、11月がソフトクリームの一番いい時期なんじゃないかなと思ってますね。さあ、今回はですね、鶏ごぼう、こちらの方ね、タコ丸さんのメニューの中でありましたんで、まあ普段出してないみたいです。予約注文らしいんですけどもね、ちょっといただいてみようかと思います。いいですね。ごぼうの歯ごたえがタコのくにゅっとした感じとは違って、また新しいこのたこ焼きの魅力を引き出してくれますね。まあもちろんタコが入ってないんで、鶏ごぼうなんでたこ焼きではないんですけども、こういったね、ネタによってさまざまな味の楽しみがあるのがタコ丸さんのたこ焼きの特徴だと思います。まあ、いろんな事情で廃盤になったメニューがあると聞いてますけども、今までいろんなことを試したらしいです。確かにね、原材料、タコも高くなっちゃったりしましたしね。イカ焼きってどんなんですかね。イカを入れちゃうの。イカって多分今でも安いと思うんですよ。冷凍のモンゴイカとかを買ってきて、解凍してちょっとね、このぐらいの大きさに切ってと入れてみると、このぐらいで500円ぐらいじゃないかなと思うんで、結構ね、取れるんじゃないかなと思いまして、冷凍が効くんで、出しやすいと思うんですけどね。美味しい。むちゃくちゃ美味しいです。で、最近ソースが変わったらしいんですけども、全然わかりませんね。もう言葉になれない美味しさです。タコ丸さんのたこ焼きは、大和くんも大好きで、今日もね、3つ食べました、たこ焼き。ホックホックして、って言いながらね、1歳児が口をとんがらかして、ホッホッホッって言いながら食べてましたね。で、食べた後、美味しい。タコ丸さんのたこ焼きを食べて、美味しいって言葉を覚えたのが、うちの大和くんですよ。ありがとうございます。ちょっと噛んだまま、すみません。あとは後でいただきますんでね。はい。で、今回はそんなレポートでございました。タコ丸さん、万歳。ありがとうございます。Google の口コミでコメントを書かせていただいたことが一つの縁になりまして、今回みたいなね、仲良くしていただくきっかけになりました。本当に嬉しいなと思います。これからもね、折に触れて、タコ丸さんのことを紹介する動画を出していきますので、岡山にお住まいの方、広島県の、まあ、西部にお住まいの方ね、東部でした、すみません。福山市、神鍋町など、あの辺にお住まいの方はぜひね、たこ丸さん、浅口市、岡山県浅口市ですか、倉敷の辺りだと思っていただければ構いませんけども、ぜひね、行ってみてください。瀬戸内海の見える、とてもいいところにお店を出されております。あ、美味しいな、やっぱこれ、鶏ごぼう美味しい。ぜひね、これね、メニュー化していただけると、まあメニューになってますけどね、6個入り、大玉6個入りで400円です。でも、損はありません。絶対に美味しいです。お昼ご飯にしてもいいぐらいですよ、これ。また食べちゃった。どうも、ありがとうございます。